中冒険ツアーへようこそ。僕が皆さんを巨大な昆虫たちが住む不思議な森へと案内するよ。準備は OK。 虫が現れてもあれこの雲だね。雲だね。でも森に入る前にみんなにはいる間は手や顔を出したり体をトラムから乗り出したり。本当だ、団子だ。お、タマムシかな。あそこにいるのはタマムシだね。タマムシ。あの何とも言えない不思議な色合いで天敵である鳥を寄せつけないようにしているんだ。タマムシだ。成虫は長い触角を牛の角に見立て天の牛。幼虫は鉄砲虫って呼ばれる昆虫は何か知ってるかい？そう、カミキリムシだ。何あれ？今度は違うな。その速度は140キロ。見えたの？お、テントウムシだ。テントウムシは背中の点の数で名前が変わるんだ。何かの鳴き声が聞こえるね。セミだ。セミ。聞き覚えのあるこの声は。セミだ。やっぱりセミだ。抜け殻もある。実は鳴くことができるのはオスだけなんだ。なんだなんだ。カマキリだ。カマキリはあの鎌で獲物を捕まえるんだけど、そのパワーは人間に例えるとなんと3トン以上。すごいパワーだ。あ、バッテンが狙われてる。早く逃げて。この姿を見かけたらじっとしていた方が身のためだよ。噂をすればみんな静かに。なんて巨大なスズメバチなんだ。バレないようにそーっとそーっと。大変だ。スズメバチが突然気づいたのだ。運転手さん急いで急いで。あれ、もう逃げろぞ。あそこを見てごらん。アリが隊列を組んで歩いているよ。アリは自分たちだけに分かる匂いを残していくことでどんなに巣から離れても戻ることができるんだ。自分を犠牲にして相手を道連れにするものも。出たー、昆虫界の王様カブトムシ。奥には巨大な2本の大顎を持つクワガタムシまでいるぞ。昆虫の中でも特に人気のあるカブトとクワガタを同時に見れるなんてすごいラッキーだね。勝つのは一体どっちだ。勝つのが虫キングがいいな。そうだね。水の中でも昆虫忘れるんだ。田んぼの守り神アメンボがいるよ。お、今じゃめったに見れない絶滅危惧種のタガメとゲンゴロウがいるよ。みんなラッキーだね。あっという間の大冒険だったね。